ここに来る前に立ち寄った町で少し気になる噂を聞いたんです。オルトクラム地方のオルタジオ峡谷に魔物がいるって言うんです。でもハンターズギルドの掲示板に貼り出されていないからやっぱり噂だったのかな。気が欲しいわね。フィオナちゃんを見かけませんでしたか？二人に何かあったのか？いえ、お二人の姿が見えないのでどうしたのかと。いつものように魔法の稽古だろう。だと思うのですが、場所が場所ですから。それで愛菜とフィオナならこの奥だ。近くに魔物の姿はなかったから大丈夫だろう。なんでもこれまでより難しい魔法を試してみたいとか言ってたな。それならば良いのですが。どうしたんだ？
何か心配事でもあるのか？いえ、そういうわけではないのですが、いつもより少々時間がかかっているような気がして。そう言われてみればそうかもしれないな。少し様子を見てこよう。お願いします。二人ともどうしたんだ？体調でも悪いのか？いえ、何でもありません。何でもないようには見えないが。熱でもあるのか？なんだ？アイナ、これは一体。私にもわからないです。立てるか？すみません。お、大丈夫か？すみません。足に力が入らなくて。それはいいんだが、腕を離してもらえると助かるんだが。ごめんなさい。アイナ、どうしたんだ？しっかりしてくれ。何をするんだ？どうしたんだ？一回離れてくれないか？すまない、わざとじゃないんだ。待って、二人とも落ち着くんだ。このようなところで何をしているのですか？二人の様子がおかしい。見てないで手を貸してくれ。これは魔法ですね。少々お待ちなさい。それはいいとして、
今のは魔法のせいなのか？チャームの魔法です。どちらが唱えたか知りませんが、あまり良い結果とは言えませんね。チャームの魔法って、さっきの魔法がそうなの？相手を魅了する魔法です。もっともこの場合はあなた方二人に影響があったようですが。私がついていたのに。大師さん、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。俺は大丈夫だ。それより二人とも大丈夫なのか？魔法は他の人に迷惑をかけてしまうかもしれないから、もう使わない方がいいわ。そっか、じゃあもう使わないようにするね。それが賢明でしょう。さあ戻りますよ。はーい。私たちも戻りましょうか。そうだ。ゾクゾクしてくるわね。ダメよ。はい、決まりなさい。お仕置きの時間ね。うまくいきましたね。